内海を航行し、いよいよ北木島のすぐそばまでやってきました。前方に目的地である北木島の徳浦港が見えてきました。徳浦港への入港、防波堤の切れ目に速やかに入港していきます。すいません、はい、はい、ありがとうございます。はい、先ほど伏瀬越港でも接岸してすぐに出港しましたし、乗客の皆さんも速やかに乗降するようです。瀬戸内海資料が停止してしまいました。次香川県に着きます。線のタイミングわからない。まず小学校行きますか。というわけでバタバタしてしまいましたが、無事に北木島に上陸できたので早速目的地へ。これから目指すのは先ほど船内でも伺った3つの跳箱です。それぞれ正式な名前があるかどうかはわからないですが、便宜上このように呼びます。わあ、水きれいだね。
まずは一番近い跳馬庫、今岡の跳馬庫に向かいましょう。今岡の跳馬庫は北木島のケイリンとも呼ばれており、先ほど船の方もケイリンと言っていました。晴れたね。もう明らかに異様なものが前に見えてる。細い路地に入ってきましたが、奥には跳馬跡であろう切り立った岩山が見えています。もうこの時点ですでに迫力満点です。この辺りかな。ああ、この辺っぽいね。もう少し先だ。
ここが今岡帳場跡の帳場湖の入り口です。奥にはもう見えてますね、帳場跡。では行ってみましょう。今岡の帳場湖、目の前の崖が圧倒的です。採石をした結果形成された風景ですから、この崖は人の手によるものなわけでもどきです。中国の競輪に見立てたものです。深い帳場湖の底、水深はどれぐらいあるでしょうか。あ、エビもいる。いろんな生き物がいる。これはオタマジャクシでしょうか。そうすると水は淡水なのかな。じゃあ次行きますか。そ
それでは次の途上ステージの跳箱へ向かいましょう。